皆さんこんにちは。これから STM32 トラストをご紹介します。短い時間ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。話の流れです。まず STM32 トラストの概要、組み込みセキュリティの考え方を話します。後半は STM32 のセキュリティ機能を話します。 STM32 トラストとは何ですかというと、STM32 のセキュリティに焦点を当てて、情報、ソフトウェア、ハードウェアを一つにまとめた設計開発支援パッケージが STM32 トラストになります。組み込みセキュリティ、何もしないで自動でできるといいんですが、実際にはそうではなくて、検討して設計して作り込む必要があります。でもどうやったらいいかわからないよという声あると思います。その悩みを解決するのを STM32 トラストがお手伝いします。製品ライフサイクルの初めの段階、仕様を決めたり設計する段階で必要な組み込みセキュリティの知識、こちらについては日本語に翻訳済みのアプリケーションノートで学習できます。それだけでは物足りないという場合、演習をふんだんに盛り込んだ無料のオンラインセミナーありますので、これで知識を深めることができます。開発段階では実装に役立つクリプトライブラリーなどを提供しています。量産で工場で暗号化したファームウェアで書き込みをやりたいという場合は SFI という仕組みが使えます。市場に出荷した後、アップデートを暗号化したファームウェアでやりたいという場合は SBSFU という仕組みが使えます。最後の廃棄、IoT デバイスの場合はセキュアなネットワーク通信の身元証明のために証明書入っています。廃棄する前にこの証明書を失効させておかないと、捨てた後に勝手に抜かれて使われてしまう恐れあります。廃棄も含めて全部まとめて面倒を見てほしいという場合は ST のパートナー企業であるユビキタス AI コーポレーション様のエッジトラスト、これが有効です。組み込みセキュリティを考えるとき、流れがあります。守りたいものは何か、どんな攻撃が予想されるか、どう対策すれば攻撃を防げるかという流れです。この流れに沿って、アプリケーションノート AN5156 は書かれていますので、組み込みセキュリティの知識、STM32 のセキュリティ機能に関する知識、これをスムーズに学習することができます。無料のオンラインセミナー、これは知識ゼロの状態から学習できるようになっています。また、8個のパートに分かれていますので、知識レベルに応じて必要なパートだけ学習するといったことも可能です。オンライントレーニングの内容を少しご紹介します。まずはじめに暗号技術の基礎を学んだ後、パソコン上で OpenSSL のコマンドを使って演習をやります。その後、マイコン評価ボードを使いながら STM32 のセキュリティ機能を学んでいきます。最後のパート8では STM32 でセキュアなネットワーク通信で Amazon AWS のクラウドに接続してデータを更新するというハンズオン演習をやります。 STM32 にはハードウェア暗号機能を内蔵しているもの、していないもの2種類あります。内蔵していないものを選んじゃったんだけど暗号機能を使いたいという場合、このクリプトライブラリを使うとこういった暗号機能をソフトウェアで補うことができます。製品を作るときにセキュリティ規格への対応必要になるときがあると思います。 ST はその規格対応を役立つようにマイコンの認証、セジップという認証取得に力を入れてます。このセジープというセキュリティ認証、どんなものかご説明します。すでに何かのセキュリティ規格に対応していて、また別な規格に対応しないといけなくなったという場合に、すでに対応済みの規格の取得した時の知識、ノウハウ、経験というのをスムーズに再利用できることを目的にしたセキュリティ認証がセジープになります。グローバルプラットフォームという標準化組織が策定したセキュリティ認証で、昔からある ISO15408 コモンクライテリアをベースにしていますが、これは抽象論で分かりにくいので
ARM PSA などの内容がより具体的な最近のセキュリティ認証の内容を取り込むことで分かりやすくしてあります。細かく分割されたセキュリティ要求事項で構成されていて、現在プラットフォグローバルプラットフォームを中心にこの CEGIP のセキュリティ要求事項とセキュリティ規格の要求事項のマッピング進めています。 SFI セキュアファームウェアインストールは工場で暗号化したファームウェアで書き込みをやりたいときに使える仕組みです。暗号化したファームウェアを電子メールなどで工場に送ります。この暗号化したファームウェア複合化するための鍵についてはスマートカードに書き込んで工場に送ります。このスマートカードの中の鍵をマイコンに安全に送るためにマイコンのセキュアロム領域に RSS というコードが入っています。この RSS を使うとスマートカードからマイコンへ安全に鍵を送ることができます。複合化の鍵もらった後暗号化したファームウェアを受け取ってマイコン内部で複合化しながらフラッシュメモリに書き込んでいきます。その後書き込みが終わったらプロテクションをかけます。最後に複合化の鍵を消すというのが SFI の流れになります。 SFI ではスマートカードを使いますが、カードごとに何回 SFI 実行できるか回数決まってます。その回数に応じてカードの値段も異なります。 SBSFU はセキュアブート機能とセキュアファームウェアアップデート機能を盛り込んだフラッシュメモリーから起動するブートローダーになります。セキュアブートの機能を簡単にご紹介します。ファームウェア本体とファームウェア本体から作った署名2つ書き込まれていて、署名をもとにファームウェアに改ざんがないことを確認できたときに初めて起動を許可するというのがセキュアブートの機能になります。セキュアファームウェアアップデート機能は外部からマイコンの外部から暗号化したファームウェアをシリアル通信でマイコン内部にダウンロードしてマイコン内部で複合化してフラッシュメモリに書き込む仕組みです。デフォルトでは UART でのダウンロードができます。別途 USB や SPI などのダウンローダーを作り込むことで、それらの通信でダウンロードできるようになります。ファームウェアの暗号化、これはファームウェアをビルドしたとき自動で暗号化するような仕組みがこの開発プロジェクトの中に仕込まれています。STM32 トラストについては以上になります。ここから組み込みセキュリティの考え方を話します。安全という日本語、和英辞書を引くとセキュリティ・セーフティ2つ訳語出てきますが、英語の定義では意味違います。セキュリティは左側です。守りたいものがあって、攻撃があって、その間にあるのがセキュリティになります。IoT 端末への攻撃例です。端末からファームウェアデータ読み取られてしまうとコピー品作られる恐れあります。また端末に攻撃用プログラムを仕込まれてしまうと端末が管理している情報を改ざんされる恐れがあります。汎用マイコンへの攻撃2種類あります。1つ目、ソフトウェアによる攻撃、これは JTAG やブートローダーでマイコン内部のメモリーを読み書きするのが主な攻撃内容になります。2つ目、物理攻撃。これはいろいろ種類がありますが、例えばフォルトインジェクションというもの、これはマイコンの電源ピンに定格外の電源を短い時間入れるというのを繰り返して、CPU の誤動作を引き起こして、それを攻撃に利用する物理攻撃になります。この物理攻撃に対する対策、汎用マイコン、ほとんど入ってませんが、STM32 融合の場合、多くの物理攻撃に対する対策が盛り込まれています。有名な防御の仕方2つご紹介します。1つ目、セキュアブート。ファームウェアがあって、このファームウェアからメーカーが保持している鍵で署名を作ります。この署名とファームウェア2つ書き込んで、署名を使ってファームウェアに改ざんがないことを確認できたとき初めて起動を許可するというのがセキュアブートになります。署名のない適当なファームウェアを書き込んでも起動できなくすることができます。このセキュアブートに対応したファームウェアが ST の場合は SBSFU が対応しています。有名な防御の仕方2つ目、セキュリティアイソレーション。これがどんなものかモデルを使ってご説明します。
IoT 端末があって内部にマイコンが入っています。マイコンに外付けフラッシュメモリがつながっています。マイコンはセンサーを使って水の使用量をチェックしてマイコン内部に記録しています。その記録している情報を無線通信でサーバーに送るというモデルだと思ってください。ハッカーたちは外部フラッシュを張り替えたり JTAG アクセスやブートローダー、バッファーオーバーフローなどで攻撃プログラムを仕込んできます。仕込んだプログラムの起動ですが、パソコンなどで有名なスタックオーバーフロー、マイコンの場合も使われる恐れあります。組み込みの場合もう一つ注意が必要なのがフォルトインジェクションになります。フォルトインジェクションで CPU が実行する命令誤認識させることで攻撃に利用します。この例では汎用レジスターへのロード、この命令コードの2ビットを誤認識させるとプログラムカウンターへのロードに変わります。このプログラムカウンターに攻撃用プログラムのアドレスが入ると起動されてしまうという例です。こういう攻撃毎回成功するわけではないんですが、可能性がゼロではないとハッカーたちはあらゆる手順を自動化して成功するまで回し続けるということをやってきます。これは攻撃例です。データ改ざんされたり大事なデータ外部に送信されてしまうといった恐れあります。このセキュリティアイソレーションですが、好き勝手にアクセスされたくないメモリーやペリフェラル、これらにアクセスするとき、開発者があらかじめ決めてある手続きに従ったときだけアクセスを許可する。その手続きを無視してアクセスしたときは例外を起こしたりリセットをかけるというのがセキュリティアイソレーションの考え方になります。開発者があらかじめ決めてある手続き、具体例として ARM トラストゾーンの場合はセキュア呼び出しが該当します。Cortex-M メモリープロテクションユニットでアイソレーションしている場合はスーパーバイザーコールがそのあらかじめ決めてある手続きに該当します。アイソレーションの実現方法、 ARM3 種類提唱しています。1つ目、 MPU メモリープロテクションユニットによるアイソレーションです。これは保護したいメモリーやペリフェラル、このアクセスをメモリー MPU で特権アクセスだけ許可するように設定しておきます。そして特権でないモードで動作しておいて、保護したところにアクセスするときはスーパーバイザーコールでモードを変えて特権アクセスするというアイソレーション方法になります。これはだいたいどの STM さんにでもやれます。2つ目、デュアルコア、これはマイコンの設計段階で片方のコアからしかアクセスできないメモリーやペリフェラルを設計段階で作っておくというものです。これに対応しているのが STM32WL-WB になります。3つ目のトラストゾーン、これはデュアルコアのアイソレーションをシングルコアでより柔軟にできるようにしたものです。これに対応しているのが STM32L5U5 になります。 ST4 つ目持ってます。 ST 独自のアイソレーション技術でファイアウォールというものがあります。機能的にはトラストゾーンのサブセットで STM32L4L0 で使えます。組み込みセキュリティの考え方については以上になります。ここから STM32 のセキュリティ機能をご紹介します。 STM32 のセキュリティ機能いくつかあるんですが、単体で個別に使ってしまうと効果が弱いです。この例のように複数組み合わせて重ねて使うことでセキュリティを強化することができますという例になります。この表はそれぞれの STM32 がどのセキュリティ機能を使えるかをまとめた表になります。 STM32U5 が現時点では一番多くのセキュリティ機能を使えます。このスライドは先ほどの一覧表の説明をまとめたものになります。資料配布後必要に応じてご覧ください。最後に STM32U5 の新しいセキュリティ機能を4つご紹介します。その前にトラストゾーンとは何か簡単にご説明します。トラストゾーンとはアドレス空間上の任意の位置に任意の大きさでアクセスしにくいエリアを作る仕組みがトラストゾーンになります。トラストゾーンができる以前はアクセスのしにくさは特権かそうでないかの2段階だけでしたが、トラストゾーンではセキュアステートというものを追加してアクセスのしにくさを4段階に拡張しています。
STM32 融合の新しいセキュリティ機能1つ目、特権アクセスメモリです。これは4段階に拡張したアクセスのしにくさのどこにどのペリフェラルを、どこにどのメモリのどの領域を割り当てるかというのをトラストゾーンの枠組みで一括で設定管理できるようにしたものです。2つ目、内部タンパー検知は JTAG ポート、電源ピン、ジャンクション温度、暗号ハードウェアに対するフォルトインジェクションを検知する仕組みです。フォルトを検知すると暗号ハードウェアのレジスターだったり SRAM の内容を自動で消去するようになっています。3つ目、RDP JTAG アクセス禁止。これは RDP レベルいくつかあるんですが、鍵認証を通ったときに低いレベルに戻せるという機能になります。今までの STM32 では RDP レベル2にしてしまうと元に戻せなかったんですが、融合マイコンでは鍵認証を通すと低いレベルに戻すように戻せるように改善されています。最後の4つ目がセキュア AES です。STM32 融合マイコンには普通の AES ペリフェラルとセキュア AES ペリフェラル2つ入っています。その違いは何ですかというと、セキュア AES の方はハードウェア鍵が使えます。ですのでユーザー鍵用意する必要はありません。ハードウェア鍵でデータを暗号化、複合化することができます。その他にセキュア AES は普通の AES ペリフェラルを支援する機能がありますので、そこだけお見せします。AES ペリフェラルが使う鍵あります。この鍵、生のままで保存しておくと危ないので、セキュア AES のハードウェア鍵を使って暗号化します。そしてフラッシュメモリで保管します。AES がこのフラッシュメモリの鍵使いたいという場合、セキュア AES のハードウェア鍵を使って複合化します。ただ複合化した結果は外に出さずに、JTAG やソフトウェアでは読めない特殊な経路で AES ペリフェラルに渡すということができるようになっています。最後におさらいをさせてください。STM32 トラストとは、組み込みセキュリティに的を絞って、STM32 の情報、ソフトウェア、ハードウェアなどを一つにまとめた設計開発支援パッケージが STM32 トラストです。以上になります。ご清聴いただきましてありがとうございました。